マザルタグは、タクラマカン砂漠の中にある、トバン時代の森土の砦の遺跡である。ミーラン要塞と同様、発掘により8世紀から9世紀の文書が多く、見つかり、トバン初期の歴史の理解に貢献した。遺跡は、現在の新疆ウイグル自治区のホータン市の北にある。マザルタグで見つかった、文書、イールコート41現在のイスラム教の神殿、マザルタグは古代。 宝丹王国の一部であった。バ番軍が砦を建設する前は聖なる丘として知られた巡礼地であった。バ番時代、マザルタグはミーランと同様バ番の宝丹地方の前哨部隊の主要な拠点であり、兵士のみならずその家族や公務員、商人なども居住していた。オーレルスタインは1907年に彼が初めてマザルタグを訪れた際に、 イスラム教の神殿が丘の上にあったことを書き記し、マザルタグは現代のトルコ語で聖なる神殿の丘を意味すると付記している。この丘には現在もイスラム教の神殿がある。マザルタグはオーレルスタインが1907年の第二次中央アジア遠征の際および1913年の第三次遠征の際に発掘した。取り出には5つの部屋と現在も一部が建っている。 監視塔がある。鳥出とともに、スタインは、鳥出の北側、および、北東斜面にあったゴミの山を発掘し、多くの破棄された、トバンの軍事に関する文書を発見した。大英図書館には、1六6 8の木の文書と三百二十一の紙の文書が収蔵されている。スタインは、交坦語、ウイグル語、ソグド語の文書も発見した。交坦語の文書の中に、チベットの種、 について述べたものがある。スタインはこの他に数は少ないものの矢や、剣の差や、靴、サイコロ、串や筆といった工芸品も見つけている。これらは大英博物館のマス、480からマス、509? として管理されている。AB 竹内精進ザチベタンミリタリーシステムイッツアクティビティーズフロム、ウテンツーロップの、ザシルクロード、トレード、 トラベル、ボーフェイス、セリンジア、ピアニッシモ、5056AB シェアベ、PO、イレーニアンズ、インディアンズ、チャイニーズティベティンズ、ザルーラースザルールドー・オブー・テイン、ザ・ファースト・ミレニアム、イン・スーザン・ホイット・フィールド・ザ・シルク・ロード、トレード、トラベル、ボーフェイス、ロンドン、ザ・ブリティッシュ・ライブラリー、ピアニッシモ、34から42、スタイン、 マークウレル、セリンジア、オックスフォード、クラレンドン、P1285 ハットスタイン。マークウレル、セリンジア、オックスフォード、クラレンドン、P1284 から95ハットスタイン。マークウレル、イナーモストアジア、オックスフォード、クラレンドン、ピアニッシモ90から97。ありがとうございます。